豪津駅は、島根県豪津市豪津町にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。2018年3月31日までは当駅を、起点とする参考線が乗り入れていた。事務官コードは64万758。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線合計2面3線のホームを持つ、地上駅。一番乗り場は、 駅改札口に直結している。2番3番乗り場へは、古戦橋をあたる。当駅からはかつて、日本製紙ケミカル、ゴー事業所へ専用線が伸びていた。浜田鉄道部管理の友人駅であるが、早朝と夜間は、無人となる。プラットホーム参考線の列車は3番乗り場を、使用していた。なお、3番乗り場から、出雲市方面への発車も可能で、 山陰本線の上下共用対避線としての役割も担うが、2008年3月15日改正現在、当駅での対避列車は上下走法とも設定されておらず、山陰本線の列車で3番乗り場を使用するのは一部の下り列車のみとなっていたが、2016年11月19日時点のダイヤでは特急を待ち合わせる列車が存在する。朝には当駅始発。 浜田方面行きの列車もある。なお、浜田発22時代の当駅止まりは、2021年10月1日で、廃止となった。近年の1日平均乗車辞任は、以下の通りである。なお、1994年度は916人、1984年度は1013人だった。かつては駅前が、市の中心地だったが、郵便局と、 銀行以外の商業施設は、山陰道を400メートルほど、浜田川へ行った道路沿いに移りつつある。岩見交通バス山陰本線の特急、スーパー沖、スーパー松風、快速、アクアライナーを含めすべて停車する。特急、快速列車の隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。ありがとうございます。